差し押さえ減られる話。菊池博私は所得税に対して不服であった。付加税を寄せると年に400円近くになる。私は管理や実業家のように国家の直接な恩恵を受けてもいないのに400円はどんな意味からでも取られすぎると思った。分子などいう職業は国家が少しも歓待もしなければ。 保護奨励もしない。奨励しないどころか、発売禁止だとか上演禁止だとかで脅していながら、その上、収入に対して、普通の税率を課するのは、怪しからないと思った。私の昨年の所得決定額は、日本一、二の富豪安田坊の四十分の一であり、渋沢栄一氏の四分の一であったので、憤慨した。実業家などいうものは、 巨満の共産があっての上の利子的の収入である。共産があって、年に一定の収入があれば、私も喜んで納税したい。が、共産のない、その日暮らしではなくても、その月暮らし程度の我々に、実業家の収入に課する税率を課せられるのは、やりきれないと思う。安田な二房の四十分の一は、愚か。 4千分の1の財産も持たない我々の収入だけが40分の1に評価され、所得税法を適用せられるのはかなり不当だと思う。その上、我々の収入の性質が実業家の収入などとは全然違っている。あの仕事を経営すれば、毎年定まってはいってくるというのではない。今年は1万円収入があっても、 来年はししかかなないかもしれない。もれその上我々の原稿料などいうものは頭の中に入った材木を切って売っているようなものだ一度切ったらあとは容易に生えないのだいな一生生えないかもしれないのだうでの短編小説に金銅の人の伝説というのがある頭の中に金塊がいっぱい詰まっている人のことを書いたのだ 彼は自分のためや愛人のために少しずつ頭から金塊を出して使っていたがあんまり愛人の追求が激しいので金塊を出し尽くし頭が空虚になると同時に倒れるという話だが我々作家はみんな勤労の人なのだ頭の中の量の決まった金塊を少しずつ小出しにしては生活しているのだ財産家のように 内での小槌を持っているのではない。我々の原稿というものは繰り返しができないのだ。使ったものはなくなってしまうのだ。学者が一定の講義を毎年やったり、役者が一つの芸を二十三年ごとに繰り返すといったようなわけにはいかないのだ。いわば精神的な売りくひしているようなものだ。そんな意味で我々の収入に、 現在の所得税を課するのはかなりひどいと思った。だから私はその法の不備に対する抗議の手段として決して自発的には納税しない決心をした。私は税務署の役員が来た時所得は決定額より以上あるが所得税法が不服だから納めない。どうぞ勝手に差し押さえをしてくれと言った。私は 差し押さえだとすると、きっと知った釣りが来るのかと思っていたが、案に相違して、洋服を着た。その若い役員は、じゃ差し押さえしていきますと、言った。そして、差し押さえ、剣を証明する名札のようなものを見せた。私は、さすがに、ちょっと緊張した。妻は、なんだか怖いわねえ、と、言って、おどおどしていたが、この人は、登ってきて、 差し押さえ減るのでなくて、何か税金くらいの金目の品物はありませんかと言った。私は妻の時計と指輪とを出させた。役員は差し押さえ証書を書いただけで、品物は封印もしないで、私たちに預けたままで帰って行った。帰るとき、私はあなたの作品を愛読しているのですよ、と言った。約束の通。 競売の日に通知が来たので、私は、女中に金を持たして、入札にやった。すると、女中が帰ってきての話では、女中が入っていくと、そこにいた税務署の役員たちは、やあ、来た、来たと、笑いながら、税金だけを取ると、受け取りの紙をよこしたというのである。それでは、結局私が納税した形式になったので、 これはしくじっったたと思った第2期はとうとう差し押さえに来なかったおや納めなければ納めなくてもいいのかと思っていると3期分と一緒に差し押さえに来たのである向こうで手数を省いたわけである今度も同じ時計と指輪とを渡したその両方とも合わせて2期分の税金額には不足するほどのものであった 役員は、納得して差し押さえへていった。妻も慣れたので、今度は怖がらなった。競売の通知が来た。今度こそ、せひらくさしてやろうと思った。が、自分で出かけていくのも、バカバカしいので、やっぱり女中をやった。すると、女中は、また、前と同じように、納税の受け取りを持って帰った。私がとがめると、でも、 どうしていいいかかわらなののですものと言った四気分は税務署の方から前もって妥協的に勧誘に来た。だが私は応じなかった。するとそれに憤慨したゆえもあるだろうしいつもと同じ物品ではこちらが懲りないと思ったのだろう。今度は指輪と時計とを拒絶して玄関の次の間にあったタンスと。 シンガー・ミシンの機械とを差し押さえあげた。私は、その時留守であった。帰ってみると、妻は、私一人だと思って、馬鹿にする。ミシンをお買いになりましたか、お勉強ですな。それを一つ差し押さえ経ていきましょうというのですよ、と、憤慨していた。ところが、このシンガー・ミシンは、先日シンガー・ミシン会社から、ゲップで買ったもので、 契約面では、所有権は、まだ会社にあるのである。妻は、それを知らなかったのである。私は、今度は入札に行くのも面倒くさなったので、競売の日にも行かないつもりである。が、もう1月以上にもなるが、税務署からは、何の通知もない。あのミシンを、古道具屋でもが、競売で買ったとすれば、一体、法律上、 どういうことになるのかそのうち誰かに聞いてみたいと思っている。